あれ？途中からになってる。あ、よかった。なんで？なんで落ちたんだろう、さっき。エラー入って落ちちゃったよ。不安定なのかな。ここに入ったら落ちたんですよ。おお、ちょっと待って こいつね、いや、ちょっと後ろからなんか撃ってきてるやつがいるんだけど。登らして。トラブルが上上がってきた。やべ、これ勝てないっしょ。ちょっと待って、コメント見れてますか？誰も見てないんだろうけど。やべ、逃げろー。入れないよね、こっちは。さりな、逃げない、逃げられない。勝てないでしょ、これ。違う違う、これいけるかな、効くかな。効いた。これ使えば。もっと危ねえ。あ、やべえ。よいしょ。これもう火炎瓶で倒せばいいんじゃない？外したし今。危ない。死ぬよ、だって真面目に戦ったら。ああ、死んだ。もうちょっとだったのに。ああ、火炎瓶なくなっちゃった。倒したかったなー。まったりしていこう、まったり。ちょっとトラブルがあったから、あれだけはちょっとね。なんで落ちるんだろう。ちょっと引っかかってんだもん。どけ。うわ、うざ。こいつの攻撃パターンがまだ分かってない。うわー、なんか配信中落ちるのだけは勘弁してほしいな、さっきみたいに。
うざ。お、ショートソード、火炎瓶欲しいな。もうダメなの？段差によって違うとこある。もうエストビンがないよ。あいつ回復してるし。ダメなんだ。うわー、死んだ。もうダメだ。さっき落ちたのよ。うわ、来い。なんだ、え、ちょっと待って待って、なんで2匹いんの？こんないたっけ、ここ。絶対さっきのとこから追いかけてきたろ。ほら、落ちるのやめてほしいな。あれ、やべ、あ、火炎瓶だ、やった。ひたすら雑魚倒して稼ぐしかないかな。火炎瓶黒いの全部使っちゃったし。死んだやつ、危ない。よっしゃ、危ない。よいしょ。さあ、段差があるとパリできない気がするから、上がってこい。上達してるでしょこれ。でも昨日もね、途中で落ちたけど。よっしゃ、これまた落ちたりするのかな。やめてほしい。あいつに挑むか。アイテムない？ないか。なんだ、頭が必要って。ね、そのヒント。ここ行く前に上のやつ倒そう。この野郎。
アイテム出てほしいな。で、邪魔なやつを倒してから、倒せるかな、ここ。あ、来たうわ、ダメか。回避のタイミングはね、ちょ引っかかってんじゃないの今の。さっき避けれてたのに、どうしようこれ。うわひでえな。ほら今押してないんですよ回避なのに。直前に押してた回避がダウンから復帰した時に発動するんですよなんだそれっていうね、ほんと。今日倒せないかもな。皆さんどうやって倒すんですか、あれ。アイテムとか売れるとこあるんですか雑魚相手しない方がいいかな。うわ、来た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 。この野郎、雑魚無視していこうかな。なんでさっき落ちたんだろう、気になる。ちょっとライトクロスボウ、階段だとパリーできないから上がってきてくれ。攻撃するならなんで後ろから来てんだよ。やった、火炎瓶だ。ベスト使っとくか。よっしゃ、どうした。おお、階段だとできませんよね、パリ。さあ挑むか、あいつ。また全然倒せない気がする。あ、ロブロブ頑張れってありがとう。結局配信しちゃったよ。で、さっき落ちちゃった一回。もう原因不明だよ。嫌になってるよ。待って、なんかメッセージ読んでみようか。落下攻撃か。ああ、なるほど。太陽万歳。太陽万歳。だからあいつが来たら逃げてここに登って
ってことかな。でも登る時間なんかあるか。やってみようか。来た来た来た。ちょっと何回避してんだよ。早く逃げろ。マジで。早く。登る時間ないよね。攻撃食らうのかな。食らわねえな。え、ちょ、上がって早く。これでこうだ。よっしゃ。ほんとだ。で、これでまた登ればいいんだよね。心が折れるダークソウル。ちょっとね、ありがとう。コメント助かる。お、すごいこれ。コメントでこんな。ちょっと待って、どいてどいてどいて。あー、やべえ。倒せそう倒せそう。でも倒せそうだよ。回復させて回復させて回復一回させて。よし。で、これでもう一回。ほらほら、倒せそう。これこんな倒し方でいいのかな。そんなこと言ってらんないもん。倒したいもん、早く。牛刀のデーモンだって。ほら、倒せるよこれ。もうちょっとで。いや、マジで。地面に落ちてるコメントありがとう。あ、やべ、油断できない油断できない。起き上がれ早く。よっしゃ、倒した。やった。この倒し方でよかったんかな。うまいって、ありがとう。やったー。結構ゴリ押しだったけど。俺はやった。何をやったんだ。あのね、かがり火をください僕に。かがり火が欲しいんですよ。炎に注意。あ、やべ、怖っ。かがり火ない？マジ。あ、何この人。どうやら亡者ではないらしいな。そうだよ。あ、太陽の神の神と。この人か、太陽万歳って。うん。幸せ。かわいいやつ？こいつのこと。面白いな、みんな。この人。太陽万歳。熱くなっちゃったよ。一回帰還するか。ちょっと一回帰還しよう。で、セーブしよう、セーブ。で、レベルアップして、どれがいいのかな。筋力上げたいよね。筋力も上げて、技量は上げたから、これ低いからこれ2桁にしとこうか。で、こんな感じ。あ、結構上げれるな。結構上げれるな、これ。いいね。よっしゃ。で、セーブしてくれ。頼む。あれ？いい？よしよし。だって、だんだん強くなっていく。お、なんだあいつ。落ちてたぞ。これで、どんな。強くなったかな？わかんないな。
で、まあさっきのとこまで行ってセーブはとりあえずしたからまあいいでしょう。うえ、え、なんだこいつ、ゴリ押し野郎だ、振りかぶって、なんだ、まあ、引っかかったよぞ仲間が。でででで、でちょ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 、痛いよお前。よっしゃ、うまい。あ、なんだ、とどめさせなかったよ。ロブロブもダークソウルやろう毎週にやろうとして2人でやろうとしてなんかあれでね、俺がやめようって言ってやめたっきりやってない気がする。2人で一人でやりたいからっつって変な意地を張っちゃったよ。よし、めっちゃ攻撃するやんお前。ロングソードどんだけ手に入ったの。階段上がってきてこの人、マジ来い。もうやろう。そうか、盾持ってる相手にはこうやって蹴りがいいんだな。学んだ。どうしようかな、先に進むか、ここのやつ倒すかなんだよな。めっちゃ強いんだよな、ここのやつ。弱点はバックスタブ。あ、なんだお前、弱点はバックスタブな、どういうことだ。あ、来た、こういうこと。危な、おお、当たんじゃん。やべ、こいつ強い。ちょっと待って、おお、やべ、こいつ隙を狙ってくるな、マジ危な、危ない。これパリできないのかな。あ、死んだあ、やってたね、そうだね、こいつ倒したいな。あいつを倒したいな。あべ、たまにね、相手の攻撃が分かんない時がある。ちょっと待ってよ、あいつか、追っかけてきてたの。下手に索敵しやがって。自分のあれをリツイートしよう。止まってね。よっしゃ。雑魚無視でいいかな。ついてくるかな。地味にね。よっしゃ、うまいね、我ながら。こいつ追っかけてくるかな、無視したら。来いよ。やべ、こいつのね攻撃が分かんない。
今のモーションが。た。うわ、バックスタブした。お前めっちゃ受けるやん。ちょっと待って待って。ちょっと待って。うわ最悪。連携プレー取れすぎだろこいつら。はあ、ほんとスルメゲーだよな。今何時？ああもう11時か。11時になったらやめようかな。ほらさっきのあのトラブルがあったとこはカットして動画あげよう。来いよ。この攻撃がちょっと分かんない。ほんとタイミングが。体熱くなってきたよ。1匹なかったっけ。いやほんとね雑魚に全然油断ができないんだよな。ほらやべ、もうこいつこいつマジうざ、逃げるしこいつ。火炎瓶で倒せるかな、あの強いの黒いやつ。でも弱点バックスタブって言ってたけど、確かに一回避けれたけど、あれ月の攻撃が回避できないでしょ多分。上に上がってこい。だちょっと待てえ、怖っ。マジ油断ならんこいつら。うぜえな。よっしゃ。またあの黒騎士ども。強いんだよ。なんだバックスタブが有効ってこれのことだよな。うわ食らうじゃん普通に。きたー。上に上に、で相手の攻撃がいた。ちょっとダメなのかな。やっぱり来た来た来た。回復させて回復させて。あ後ろやばい後ろやばい。取られた取られたらやばい。あ、いた。ちょっと待って待って。広いとこ広いとこ来て。え、踏まれたぞ。来た来た。倒した？まだ？広いとこにおびき寄せないと。来た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 。きつい、これはきつい。あ、死んだ。はあ、もうダメだ。はあ、
でも倒せそうだな。こいつ倒せたらやめにしましょうか。切りよくね。いやー本当にやればやるほど上手達するけど、ほらあいつこっち見てんだから来て、土足かけてくるんだろう。うわ、何あの跳躍力気持ち悪い。うー、あーやばい、もうねこういう雑魚にやられるからな俺。ほら心折れたわ。ちょっと今日はこの辺にしとくか。ちょっと寝ますね。じゃあ皆さんおやすみなさい。